川流山大鷹の森にいます。今日はつくばエクスプレス15周年トレイン取れるか第2弾ということで、もうすぐ来るはずなので、秋葉原方面ですね。今柏の葉キャンパスにいるんですけど、今日は快速に乗らなかったぞでもね、さっき撮ったあの15周年記念トレイン、ちょっとね消化不良ですね。なぜかというと、その大鷹の森ってホームが2つ 2つ、まあ、線路が 4つあるじゃないですか。で1個線路挟んでだったので、あんまりねいい絵が撮れなかったなって、ちょっと残念。前回行く時行きだけしか取れなかったので、15周年トレインを、なので行きも帰りも15周年トレインを取るっていうのが今回の課題だったんですけど、でもちょっとね買いましたというか、ちょっとハードルを上げました。まずは1個、私が大好きな柏の葉アクアテラスから15周年トレインを取る。そしてもう1個2個目は、15周年トレインに乗って帰るっていうことです。さあ実現できるか。って思ったら今めっちゃ雨が降ってきた。すごい。ちょっと雨宿り。駆け出し横丁だけど本当にかけっこしてるみたい。さっきよりはちょっとは雨マシになったけど、私は本当にこのまま柏の葉アクアテラスから15周年トレインを取れるのだろうか。あ、なんか雨上がったかも。あ、こういう時はね、すごいゆっくりあったかいもの飲みたいね。今日はあったかいもので行こう。アクアテラスの水位がかなり上がってるから、ちょっと降りられないかも。やっぱりね、ちょっと危険だから降りるのはやめとこう。ではスタバをいただきます。今日は私が大好きなホワイトモカに、あとカフェインがちょっと苦手なのでデカフェにして、キャラメルソースを追加しました。乾杯この間ねツイッターにも書いたんですけど、ちょっとショックなことがあって、スタバ休業してたじゃないですか、コロナの影響で。でなんかスターズっていういくらで1スターなのかちょっと忘れちゃったんですけど、まあ、500円とかそれぐらいなのかな。私は25近く8月の1日で執行されてしまって、それがねすごいショックだったんです。もうちょっとねスターズの期間有効期限を伸ばしてほしかった。あ、そろそろ TX を取りに行かなくては。ことは取れた、3000系っていうのも分かった、3000系のラインは見えた。でもあのマークは見えなかった、暗かったから。まあね、私がこんな時間に来たのがいけなかったんだけど、夕方まで雨降ってたし、でもやっぱり消化不良っていうか、すっかり夜ですね、秋ですね。今度は秋葉原方面のつくばエクスプレス15周年トレイン取れるかどうかチャレンジしてみます。さっきね全然ね取れなかったから、このままでは終わりたくない。なかなかうまくいかないな。さっき取ったのってなんか3000系じゃなかった気もするんだよな。見間違えたかな。なんか取ったって思って、そのすぐ後にまた秋葉原方面に電車が走ったから、もしかしたらそれが3000系だったのかも、そんな気がした。すごいライトが明るかったし、あー悔しい。なんかね電車取るって大変だね私そこまでね一眼レフとか持ってたりすごいプロを極めているわけじゃないんだけど、それでもね大変だと思う。だから帰りはねなんとかして撮りたいです。風が気持ちいい。今日ね一日ずっと不安定な天気だったけど、なんかようやく収まったというか、また明日から頑張るモードになれそうついにこの通過行った後に来る予定です。取れるかも。先ほど3000系 TX15 周年トレインに乗れたけど、結局マークは見えなかったっていう、なかなかうまくいかないね。乗るか取るかどっちかがあるのかな。いやーなんか夜も結局取れなかったし、お昼も微妙だったし、ちょっとね。でもまだ12月31日まで頑張る。